寝屋川市立図書館は、大阪府寝屋川市にある公立の図書館。寝屋川市が管理運営する図書館には、中央図書館、東図書館、寝屋川市駅前図書館の3図書館と、西北分室、南分室、東北分室、西南分室、西分室の5分室、移動図書館、お気軽号、寝屋川電子図書館がある。1970年5月市民会館内に、 図書館がオープン。1977年11月総合センター内に中央図書館がオープンし、市民会館の図書館は東図書館となった。2013年4月アドバンスネア川2号館にネア川市駅前図書館がオープンした。2018年6月の大阪府北部地震により、池田西町の総合センター内にあった中央図書館は被害を受け長期休館となった。 2019年4月、池田新町に中央図書館臨時分室を開け出した。2021年8月、寝屋川市駅前のアドバンス寝屋、川1号館4階に新しく中央図書館が開館した。同月に臨時分室後は西分室となり、寝屋川市駅前図書館は児童書を中心とした子ども図書館としてリニューアルされた。貸し出しカードは寝屋川市内に在住。 在学、在勤している人、及び、北河内広域利用者であれば作成できる。ただし、広域利用者は予約、リクエストができない。貸し出し数に、上限はなく、3週間借りることができる。東図書館が入る寝屋川市民会館駅前図書館、入口、ありがとうございます。